岡も怪我で欠場という状況にもなっています、はい、中に送ってフリーだ、田口落として回転してシュート、こぼれている松浦、仙台キラーの松浦、そしてアウェーで岩田初ゴール、今シーズン挙げました。先制点は岩田です。仙台戦にはめっぽう強いこの松浦が今シーズン初めてアウェーでゴールを決めています。岩田にとっては大きな1点が決まりました、はい、田口が前に顔を出して回転してシュートを行きましたが、こぼれたところ松浦が押し込んでいきました。 いいポジションにいました。このシュートいかがですか、鈴木さん。いやまず田口があの位置にいる、さっきもそうですけどね、その入れるということ自体が大きいですよね、はい、あとは松浦は冷静に流し込んでますよね。あと左サイドでパス出したの中村ですかね、はい。